呼んでどうするんです？きっと喜んでくれるだろう。一瞬詰まったな。あなた自身何か思うところがあるんじゃない？一番縁遠い言葉に聞こえるが。ち、ヨシノ。いつも通りよ。なぜ？悪いけど、全く感謝の気持ちもないわ。なんか、いきなり本来の目的がミジンコになりましたね。ヨシノー、ヨシノー、ヨシノ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 。ここじゃできないの？そんじゃ、いってらっしゃい。いらっしゃい。おかえりなさい、小太郎くんや。いらっしゃい。で、どうだったんです？私は一体どうしたらいいんだ。遠慮する。ダメです。全然なってないと思います。安心するわ。反対意見が出てくれて。最後がウルトラヨシノなのかハイパーヨシノなのかどっちかわかりません。どっちに変身するんですか？え、そ
その前まで全部スルー？はい？まあ。ここまでコケにされたのは初めてだぜ。素晴らしい。なんだ、俺は生まれただけで十分なのか。そっから先はぶっちゃけ不問か。なんという根源からの愛にあふれた歌なのか。ざけんなー。何してんだよてめえ。暇だからサンプリングボイスを作ってみたわ。うおー、やめろー。え、これか。フォルダごとデータ消去してやる。消せ。両者同意の上で消去しろっつってんだ。争いの火種持ってきたのはてめえだろうが。てめえも人の声で遊んでんじゃねえ。空気読めよ。